たた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 たいかぶそべどうもこんにちは、ジャパネット坂田でございます。久しぶりに懐かしい映画見ました。そうで、今の音楽でお分かりだと思うんです。トムさんのトップガンです。トムさん言うてハンコスさんじゃないです。クルーズさんのトップガンでございます。映画の中で名前を刻印したプレートを持ってたんですけど、私あれを持ってないので無償あれが欲しくなりまして、スーパーに探しに行ったんでございます。で、なんといいやつがスーパーで売っとりましたのでご紹介いたします。こちらです。ニュースーパーマリオブラザーズ2ネームプレートでございます。これがですね、トップガンに出てくるドックタグと言われネームプレート、ほぼ同じ形をしたのが入っとるそうなんですが、これがなんと中身が見えない箱に入っております。全部で8種類。4種類は四角で、4種類がドックタグの形なんで、他いっぺん勝負かけにゃいけん思いまして、購入いたしました。で、中に入ってたのが、なんと、こちらです。どうですか皆さん、世の中捨てたもんじゃないですね。なんとスーパーマリオ6タグの形したやつが入っとったんです。皆さんもどうしよう。いやついとるね。うわさついとるね。ゴールデンウィーク後半もついとるかいね。もう早速手が振るんですけど、名前を書こうかな。じゃじゃじゃん、マッキー極細。ついに私もトップガントムさんみたいにかっこええのかな。まあ、DPS Z に乗ってもバイクに乗ってブーンってなんか女性教官とか言ってワンワンみたいな。書いたプレートご覧ください。男たるもの、トップガン。